はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日はガンダムトゥルーオデッセイ前回の続きからやっていきましょう。前回海賊騒ぎの一件も無事解決しまして、四将軍の一人も成敗しました。で、あとその後レベル上げとかもお金集めもちょっとしてかなり溜まっております。今7000ぐらいありますね。で、パーツの方も少し買ったりもして、ジムの方はかなり生まれ変わっております。まあ、前回と同様にグフのスパイクはついてたんですけど、まあ、両肩につけて、さらにドムの足も、ちゃんと手に入ったやつつけましたんで、あとペイントしてね、違和感ないようにしてやります。こんな感じですね。かなり強力、アシッドバリアもつけたんで、これでアシッド効果は 100% 防御できる上に、ヒットポイントのパーツも積んでるんで、もう450にある状態です。タフですね、もう一番タフです。の倍以上はもうヒットポイントありますね。はい、まあ、こんな感じですね。ザク2とかもちょっとパーツなかったんで、とりあえずアシッドカードを完全につけてあります、まあ、4つつけてやれば、90何パーセントだったか防げるっていうのが分かりました。なんかね、前回の動画でちょっと私分かってなかったんですけど、コメントいただいたやつ2つつければ 100% って聞いてたんですけど、ここで会話してたらこれっすね。1個なら 50%、 2個なら 75%、 3個なら 87%、 4個なら 93% ということで、一応ザク2は今これで 93% アシッド効果防げるような状態になってます。まあ、そう思うとアシッドバリアって1個だけで 100% 防げるってやっぱり相当優秀なパーツですね。あとトラッシュのレベルが上がったことで、テクニックにオートドライブっていうのも使えるようになってます。まあ、ダンジョンから脱出できるエスケープと、この一度行ったことのある街に移動するっていうね、こちらのオートドライブも使えるようになったんで、これでいろんなとこ行けますね。まあドラクエでいうルーラーみたいなもんですね。じゃあとりあえずアイゼングラードに移動でよかったはずだから行こう。さあナイアールさんのとこに戻ってまいりました。トラッシュ、海賊を倒したというのは本当か？はい、海賊の正体はダークモビル同盟でした。つまり君はダークモビル同盟と戦ったというのか？ダークモビル四将軍と名乗るウェイバーという男と戦いました。信じられん。君のような少年が四将軍を倒してしまうとは。強敵でした。運が良かっただけです。どうやら君は特別な才能を持っているようだ。我々は君を得たことによって大きく計画を進めることができる。計画を進める？何のことですか？いや、気にしないでくれ。トラッシュ、これからも我々に協力してくれるな？もちろんです、協力させてください。感謝する。君にこれを渡しておこう、きっと役に立つはずだ。お、グフの情報だ。貴重なアイテムもくれたな。カードキー L1、 これは砦の敵から得たグフの情報だ。それだけの情報があれば G システムでモビルスーツを想像できる。本当にいいんですか？軍の機密じゃないですか。軍の機密など気にする必要はない。君にダークモビル同盟と戦う力を手に入れてほしい。このアイゼングラードの北にあるフローリーシステム02がある。カードキー L1 があれば中に入ることができるはずだ。わかりました。やってみます。期待している。ダークモビル同盟を滅ぼすため、これからも共に戦おう。さあ、それではやっていきましょう。アイゼングラードのちょうど北にあるこれですね。前入れなかったから、まあ、ここでレベル上げとかはしてたけど、まあ、ようやくイベント進んで入れるようになったってことですな。さあ、ドムの足ついてるからホバーで移動がスイスイいけますね。で、この奥の扉が開けられなかったのが開けられるようになったってことだな。ここがグローリーシステム 02? どうしたんだ？気になることでもあるのか？
この感じ知っている気がします。何か思い出したのか。いいえ、知っていると感じるだけです。そうか、でも無理しなくていい。少しずつ思い出していこう。はい、引き止めてしまってすみませんでした。先に進みましょう。扉が開いたぜ。グフをついに手にすることができるのか。まだ先があるのか。しかしナイアル、こんな情報をくれたりとかしても大丈夫なのかな。軍的にはその問題がないのか。見てください、グローリーシステムが起動しています。出てきたよ。あ、ドムじゃん。え、グフ作りに来たのにドムなんかできてんだけど、どういうこと。これももらえんの。それか誰かが先に来て作ってた。初めて見るモビルスーツだ。早く逃げようぜ。ダメだ、逃げるわけにはいかない。一旦引き返そう。後でまた来ればいいだろう。グロリーシステムが破壊されたらどうするんだ。行くぞフリッツ。ああ、ここでパーツ付け替えとかもできるわけね。みんな気をつけるんだ。あれ？攻撃してくる気配がないぞ。うわぁ、動いた。目が光っただけだ。落ち着くんだ、フリッツ。すまない、君たち。驚かせてしまったようだな。怪しい男って書いてあるけど、めっちゃ怪しい。顔めっちゃ怪しいよ。お前は誰だ？私の名はガベンジャー。君たちと戦う意志はない。僕はトラッシュ。その話、信じてもいいのか？戦うつもりならとっくに攻撃しているさ。確かに。わかりました、あなたを信じます。分かってくれてよかった。ダークモビル同盟と戦うため先を急がなくてはならないのだ。ダークモビル同盟、あなたも戦っているのか。ああ、奴らと戦うためにモビルスーツを作ったのだ。すみませんでした。僕はあなたをダークモビル同盟だと。気にしないでくれ、分かってくれればいい。では私は先を急ぐ。さらばだ。そうだ、一つ聞かせてくれないか。君たちもダークモビル同盟と戦っているのか。ああ、それが僕たちの目的だ。ならば頼みがある。エルドサムニアに来てくれ。あの町はダークモビル同盟に狙われている。急がないと大変なことになる。頼んだぞ。目的地が示されましたね。フリッツ、エルドサムニアの場所を教えてくれ。まさかおっさんに協力するつもりか。当たり前だろ、町がダークモビル同盟に狙われているんだぞ。そりゃそうだけど、敵討ちはどうするんだ。兄貴、先生のことを忘れてるみたいだぜ。忘れるはずないだろ。あの日のことを忘れるなんて無理だよ。僕はただ先生や孤児院のみんなのように殺される人を守りたいんだ。ごめん、俺言い過ぎたみたいだ。いや、僕の方こそ自分勝手だった。みんな、エルドサムニアを助けたい。協力してくれ。みんなの力が必要なんだ。ああ、協力させてくれ。
はい、協力させてください。私も町の人やガベンジャーさんを助けたい。とか、あの怪しいおっさん、いきなり初対面でちょっと見ただけで俺だったら助けに行かないかもしれない。ありがとうみんな。エルドサムニアはアフリカ大陸にある。ポルトマーレの西にあるネッサの砦を抜ければアフリカ大陸に行けるはずだ。だけど砦は封鎖されてるはずだろ。多分大丈夫だと思います。ガベンジャーさんが砦を通ったはずですから。もしかして兄貴気づかなかった？いや、その気づかないはずないだろ。くっくっくっ、ごまかしても無駄だぜ。笑うなよフリッツ、すぐに出発するぞ。さあとりあえずグフ作ろう。ね、ザク2強化型ってのもね買ってきましたんで、ちょっとめっちゃ買ってきました。なんかたくさんあれば高いレベルのモビルスーツが作れるってことだったんで持ってきましたわ。グフもな50個もらって今57だけど、もっとあったらいきなりいいの作れたんだろうな。とりあえず作るか。用意したやつからいこうかな。貴重ななんか素材使っちゃうけどいいでしょ。まずはザック2強化型。2機の新しいモビルスーツが手に入れば、まあ古い機体は運んで下げられるからね。あとは強化も進めてやればいいし。おお強そう。強化型ってもう完全にシャーザックみたいな感じだな。さああとはグフだな。これで新しい機体が2つも手に入る。このグフはレベル低いからまず強化進めてやらないとね。まあ、お金は貯めてあるからそれ使えばなんとかなるか。よし、これで新しい機体も手に入ったし、乗り換えもできるね。とりあえず街でちょっとやるかな、それは。さあ新たに手に入れたモビルスーツ、強化パーツとかも付け替えました。でドムの足はジムから付け替えてこのようにしてあります。かなり数値も高くなっております。でザク2強化型、これはもうフリッツの方の、旧ザクと入れ替えました。やっぱ新しい機体ということでヒットポイントも高めてなかなかいいですね。スピードもすごい高い。でこっちはそのままですね。イーチはこれでしばらく頑張ってもらいます。なんか次の機体が手に入ったらちょっとイーチに回してあげようかな。とりあえずグフの足が浮いてたんでそれをつけて、まあそこそこステータスは高めになっております。さあそれではポルトマーレまで戻ってまいりました。こっから西に行ったら砦があるらしいので、早速行きたいと思います。間違えて東の方行ってしまって、なんかドム系の敵に結構絡まれまして、まあ、やっとやっと倒しましたひどい目に遭わされた。なんかおかしいな、敵強っとかって思ってたんですけど、まあ、おかげでね、なんかドムの情報もいろいろ落ちてくれました。もしかしたら何時間か戦闘してたらね、ドムも作れたのかもしれないね。まあさすがにそんだけちょっとレベル上げするのもめんどくさいんで、そのまま本編進めたいと思います。アフリカ大陸の方って言ってたからこっちでいいのかな。ここは多分上だよな、きっと。つながってなさそうだから、あれ来たけどこっちじゃないのかな。あ、これっぽいな。さあここがネッサのなんか砦だっけ、言ってたところだと思うんですよね。あー、プロテクトのボックスあるんだ。開けたいけどもないね、もう。なんだ？止まれ、止まるんだ。あんたらダークモビルだね。私に出会ったのが運の尽き。成敗してあげるわ。待て、待ってくれ。僕たちはダークモビルじゃない。
嘘をつくなんて男らしくない。覚悟を決めるんだね。違うんだ、信じてくれ。さあ、いきなり絡まれましたね。兄貴どうする？あの姉ちゃん本気だぜ。こんなところでやられるわけにはいかない。死なない程度に攻撃するぞ。わかりました、なんとかやってみます。へいへい、面倒だけどやるしかねえな。さあ、ジムコマンドか。さて、攻撃してくる気満々だな。格闘振ってくるってか。まあ武装も結構ね、いろいろつけてありますからね。スプレーガン打ってもいいけど、まあとりあえずアシック一回絡めとくか。ケミカルクラッカーというのを初めて使ってみましょう。さあ、息は溜めよう。よし、アシッドが入った。おお、アシッド強力だね。もう効果はついてるからいいや。よし、そろそろ OK だな。ブースターアタックがな、使えなくなってるんですよね、このアイアンスピアのせいで。ただパワーチャージってとこまで貯めれば、反撃無効の装甲武士突撃技使えますんで、まあ、それでちょっと戦えればいいかな。あー、キャノン砲お見舞いしてやるぜ。あら、もう倒した？余裕だったな。私の負けだよ。煮るなり焼くなり好きなようにするんだね。もう違うって言ってるだろう。僕たちはダークモビルじゃない。え、嘘でしょ？本当だよ、煮る気もないし焼く気もない。本当に？そうさ、俺たちはダークモビルと戦ってるんだぜ。本当なの？へへへへへ、あの、まあ、その、違う違う、勘違いしないで。さっきのはテストよ、テスト。テストだって？そう、テスト。あんたら合格よ、いい腕してる。合格って何のことだよ。決まってるじゃない、私の仲間に合格したの。ちょっと待ってよ。遠慮しないで、一緒にダークモビルと戦おうよ。勝手に決めないでよ。照れないで、本当は嬉しいくせに。じゃあ決まり、私トレミー。よろしくね、みんな。とりあえずジムコマンドくれるってことかな、これで。いいのかよ、兄貴。あんな自分勝手な女が仲間になったら大変だぜ。僕に言うなよ、僕だって。あんたら男の子でしょ、グダグダ言わない。敵の敵は仲間、戦力は多い方が有利じゃない。何か問題あるのねえ。ここは俺あえてありますに言ってみるか。あります。嘘、そんなに、そんなに私のこと嫌いなの？そうよね、こんな自分勝手な女、嫌われて当然だよね。いいの、いいのよ、ごめんね。いや、そういうわけじゃ。ちょっと言い過ぎた、ごめん。へへへ、結局やっぱ仲間なんだな。じゃあいいのね。そうと決まればすぐに出発。ダークモビルをぶっ飛ばしに行くよ。とりあえず選択肢的にはやっぱ何選んでも仲間になるときはなるってことだな。トラシさん、扉の鍵が解除されています。やっぱりガベンジャーさんはここを通ったようですね。ガベンジャーって誰？あんたらの仲間？違う、モビルスーツ乗りの変なおっさんのことだ。そんな説明じゃわかんないよ。めんどくせえな、エルドサムニアに行けばわかるよ。さて、ここなんかあんのかな。なんか敵は配置されてんな。
いよいよ私の出番ね。私の特技はスピードだよ。ブースト技スピードランサーを使えば敵が防御するより先に攻撃できる。へへー、すごいでしょ。その代わりあんまり威力がないとかそんなんじゃないかな。というか本人参戦してないから使う機会ないね。そのまま自分らだけで戦うって感じだな。この辺の敵はもう余裕ですからね。普通にトラッシュフリッツイージーで攻撃すれば、もともと機体前の機体でも倒せてたんで全然苦戦しないですね。キャノン砲も新たに買いましたし、さらに攻撃力上がってる。余裕です。と宝箱じゃん、取ってこう。ありがて、買ったら高いもんね、このヒットポイント強化キットも。せっかく4人パーティーになったんだからさ、チェンジコマンドを使わないと損するよ。後列にいてもエネルギーは増える。だからチェンジして攻撃させた方が得なんだ。さらに後列にいるとヒットポイントが少しずつだけど回復するんだよ。エネルギーが溜まったらチェンジ、ヒットポイントが減ったらチェンジ、敵に合わせてチェンジするのもありだよ。いろいろ試してコツをつかんでね。そんなことできるようになったのか。あ、これね。今困ってないしな、普通に倒すか。一回出してあげてもいいんだけどね。ただ装備が充実してるからこのメンバーの方が多分楽なんですよね。スピードアップしてやがる。入れ替わってもいいんだけど、入れ替わったと同時に攻撃とかできないもんね。さあ変わって、あ、すぐ入れるんだ。スピードランサーは別に使えない。スピードアップとセラピーっていうのが使えるのか。混乱とかを回復ね。ブースターはさっき言ってたスピードランサーとダブルアームズ、両手の武器で攻撃か。射撃武器だからやっぱ射撃のなんか装備持たせてもいいな。うわー、なんかすげえいっぱい持ってんじゃん。装甲付きの腕のミサイルポットとか、なかなか良さそう。防御するより先に攻撃が入れられるって言ってたな。一回使ってみよう。スピードランサー、 OK。 あんまり威力ない。防御しててもあのトラッシュ振り切った方が早い。これに悪い、いきなりお前のいいところをトラッシュが潰してる。さあ、いろいろパーツも手に入るね。あ、ハッキングツールだ。ちょっと待って、ハッキングツール手に入ったのは戻ろうかな。で、多分あのプロテクトかかってたやつ開けれるよね。早速開けましょう、開けましょう。せっかくの宝箱開けられないのは嫌だ。ハッキングツール使って開けたらハッキングツール2つ手に入った。倍になって帰ってきた。ありがたいね。また開けられるところあると思うし。さあ、とりあえずどんどん固定の配置の敵全部片付けます。セーブも終わったし、これでいこう。ねえみんな、せっかく仲間になったんだからさ、自己紹介しようよ。みんなの名前聞いてないよ。あれ、教えてなかったっけ。うん、教えてよ。僕はトラッシュ、よろしくな。うん、よろしくね、トラッシュ。フリッツだ。俺はまだ仲間って認めてないからな。もういつまで照れてるのよ。そろそろ私の可愛さにも慣れたでしょ。へっ、勝手にしろ。私はイーチーです。へへ、女の子同士仲良くしようね。はい、よろしくお願いします。
何ニヤニヤしてんだよ。なんかいいよね仲間って。もしかしてずっと一人だったのかなこの人。お前もしかして自分勝手すぎて友達いないんだろう。図星だな。まさかそんなわけないでしょ。道草してる場合じゃないわ。先に進もうね。さあそれでは行きますか。ぼっちな人をちょっと味方にしましたけど、さてどこら辺行きゃいいんだろう。トレミー、そしてレベル低いな。これか、もう着いた。ここがエルドサムニア。随分喋れた町だな。ダークモビル同盟に攻撃されたのか。とりあえず町に入っておっさんを探そうぜ。そうだな、まずはガベンジャーに詳しい話を聞かなくちゃ。さあ、あのおっさんを追って新しい町に入りました。エルドサムニア。へえ、変わった町ね。ねえイーチ、2人で行ってみない？はい。でもどうして私と？へへへ、イーチに聞きたいことがあるの。あのトレミーの笑い、ちょっと探ってみるか。じゃあ兄貴、おっさん探しは任せたぜ。と言いながらみんな好きにどっか行ってしまったっていうね。またトラッシュに全部押し付けやがったあいつら。ちょっと俺も一緒に手伝うぜみたいなあってもいいと思うんだけど。美しい女性に声かけられた。モビルスーツに乗ってきたのは君か？はい、それがどうかしたんですか？君の名前を教えてくれないか？え？名前ですか？僕はトラッシュです。やはりそうだったか。私の名はオリビア、ガベンジャーの友人だ。ガベンジャーの知り合い？教えてください、あの人はどこにいるんですか？やつは今、ダークモビルのアジトにいる。ダークモビルのアジト？すぐに助けに行かなくちゃ。アジトの場所を教えてください。すまない、アジトの場所は知らないんだ。そんな、どうすればいいんですか？この町の長老なら知っているかもしれない。どこに行けば会えるんですか？長老の家は町の奥にあったはずだ。トラッシュ君、私は行かねばならない。ガベンジャーのことを頼んだぞ。はい、というわけでなんかいきなり現れた女性にちょっと長老の家行ってくればいいって言われた。なんかアイテムとかあんのかな。ん？なんか変なとこ入ったよ。へへ、イーチーからいろいろ聞いちゃったよ。トレミ、何を聞いたんだ？秘密。へえ、イーチー、何を話したんだい？秘密です。女同士の秘密だもんね。はい。ちょっと。すごい男は嫌われるよ。ほら、あっちに行ってなさい。いきなり仲良くなってんだけど、俺はそんなことよりも探索がしたいんだ。なんかこの辺怪しいぞ。結構なんかいっぱいありそうな。お？なんだ、なんか家があった、こんなとこに。なんか宝箱いっぱいあるんだけど。おお、なんかザク強化型めっちゃ買って作ったね。ここに30個あるんかい。あ、なんかわからんけど、いきなりいいアイテムがいっぱい手に入った。ちょっと他にもあるんじゃない、この辺とか。もうないか。やっぱこんな路地裏みたいなとこはなんかあるんだな。ここもなんかある？ひょっとして。じゃあ家の中にはね何にもないと思ってたけど、前回ちゃんと見つけましたんで、なんかあるかもしれん。
ちはこんなところか。あ、ちょっと待って。ここもなんかある。家だ。怪しいぞ。なんか、えらい小さい子だな。エルド・サグニアの男たちはロボットとの戦いで命を落としました。生き残ったのは女子供と老人だけ。私たちには戦い術はありません。この町が滅びるのは時間の問題です。早く逃げた方がいいですよ。へえ、男手が一人もいないってこと？みんな戦死したのか。砂漠のモビルスーツと戦うときはヒート攻撃に気をつけろよ。モビルスーツがヒート状態になると攻撃とブースターが使えなくなるんだ。ヒートガードをセットするか冷却剤を多めに持ってった方がいいぜ。あ、今回はアシッドではなくてヒート攻撃がされるってことか。じゃあある程度やっぱまた装備していかないとな。余裕があるんだったら2個ぐらいつけた方がいいってことだよな。ヒートガードこれだな。あれ、いつの間にか所持数あるな。どっかで取ったか。2つぐらい買ってやればいいと思うんだけどな。いや、もうちょっといるか。分からんしな。ちょっととりあえずこれぐらいにしとくか。どうせまた1個で 50% とかでしょう、防げるので。きっとなんかヒートバリアとかもどっかで手に入るだろうと思ってるんで、まあ、あんまり無理に買わないでいいかな。いろいろあるけど売るのはちょっともったいないかな。さあ、ユニコーンはあるけど、他はこっちは何もないな。こっちなんかあんのかな。おお、フリッツいるじゃん。なあ兄貴、トレミーとイーチはどこだ。反対側にいたよ。この街は迷路みたいでどこに行けばいいかわからないよ。なんでもいいけど、なんかないかい、アイテム。ないな。もっと奥か。さあ奥まで来たら、お、武器屋さんもある。完全に迷路だな。ユニコーンの横にも隠し通路がある。え、ユニコーンの横に隠し通路あんの。全然わからんだ。とりあえず奥まで行って、あと手前になんか今家入れるとかあったけど、後で見てみるか。あ、こんなとこ行けた。なんかあるでしょこれ。こんな変わったとこに来て何もないなんてことあるか。何もない。嘘でしょ。ああ、ジムコマンドやらガンキャノンやらある。え、ガンキャノン絶対強いでしょ。ちょっと大量に買うか。いやでも50個、あー買えない。お金貯めてきた方がいいな。あ、でもドムは作れるでしょう。50個あれば作れるって言ってたから、もっとあればね、いきなり強化型も作れるしね。うわ、ちょっとお金貯める理由ができた。やべえ、ちょっとここでガンキャノンとか作れたら全然違うんじゃない。この辺もなんかあるんじゃないのこれ。ちょっと待って、めっちゃ色々なとこになんか迷路みたいにあるぞ。あ、いける、先あるでしょ絶対アイテム。こんなとこ来てアイテムないなんて。あ、あるわあるわ。ヒートバリア、あー、いきなりヒートバリア。よかった。めっちゃ入り組んでていろんなとこ行けるんだな。うわー、これ俺まだなんかいろいろ取り忘れとかしてそう。あ、キュルググ、あ、ヤンマである。すげえ、なにこれ、ここすごいとこだよ。うわ、ゲルググめっちゃ作りてえ。ナイアールさんがめっちゃ強かったからね。ここなんだろう、さっき入らなかったとこだよな。あ、アイテムだ。あ、なんかイベント始まる？ほほほ、よく来たな少年。長老ですね、あなたに聞きたいことが。ここ長老の家だったのか。言わんでいい、わしには分かっておる。探し人だな。
大男を探しておるのか。どうしてわかるんですか。わしのような老いた目にはよく見えるんじゃよ。本当に。ほほほ、嘘じゃ。ガベンジャーという男から少年が追ってくると聞いたんじゃ。嘘だってひどいじゃないですか。ほほほ、素直ないい子じゃの。ふざけないでください。人の命がかかってるんです。まあそう焦るな。急がば回れって言うじゃろ。せいてはことをし損じるという言葉もあるしな。急がば回れ、せいては。急ぐとかえって失敗するから焦らずに行こうってことじゃ。どうして急いじゃダメなんですか。ダークモビルどものアジトははるか南の鉱山基地にある。ちゃんと準備しないと砂漠でのたれ死ぬだけじゃ。のたれ死ぬってそんなに遠いのですか。うむ、敵もわんさか出るぞ。わかりづらい場所にあるからの、口で言うより書いた方が楽じゃな。お、そうか、マップあるんだこのゲーム。確認できるんだな。セレクトか、覚えとこう。ほほほ、頑張るんじゃぞ。それよりもね、あのゲルググの情報をくれませんかね。だからハッキングツールめっちゃ増えました。ちょっと待って、武器屋を確認しよう。なんかいい武器あるかもしれん。ダブルキャノン、すんげえ強そうなんだけど。あー、結構取りますね場所。ジャイアントバズーカ、なんか急にね、なんか武装が強力になりましたね。これお金貯めないとダメじゃん。めっちゃお金いるよこれ。ここのことかな、ユニコーンの通路。あ、ここっぽいぞ。この町に眠るという過去の遺物を探しに来たんだけど、道に迷ってしまって。俺がもう先行って今取ってきたわ。ここもなんかありそうだよな。この辺なんかある？あったー。ヒットポイントのパーツだ。ありがてー。ここは？おー、アイテムめっちゃある。あ、ガンキャノンの情報。ありがてー、ありがてー。めっちゃあるじゃん、ここ。最高だぜ。よし、これでガンキャノンもいきなりレベル高いやつ作ろうと思えば作れるのかもしれないな。お金さえ貯めてくれば。3600だもんな。これ2万ぐらい稼いできてもいいかもね。ポルトガーレのあの、東の方行ったらね、めっちゃくちゃ経験値も稼げる場所あったんで、そっち行ってくるのもありだよな。はい、それではね、街の探索も終わりまして、セーブも終わりましたんで、今回はここまでにしようかな。はい、というわけで、まあ、お金の方もちょっと貯めなきゃいけないような、状況になりましたんで、まあ、いらない武器とかちょっと売って、まあ、あとはなんとかね、ガンキャノンとかその辺ちょっとしっかり買ってもいいのかな。お金貯めて装備とかも揃えたいですし、ちょっと頑張ってね、やってみたいと思います。まあ、やり込みするためにね、またちょっとすぐには出せなくなるかもしれないけど、ここはちょっとお金しっかり稼いで、まあ、パーツなり武器なり買ってもいいかなと思ってるんで、一回ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、というわけで新たな仲間トレミーも、加わって、次回はちょっと鉱山基地の方に、ガベンジャーだっけ、あの怪しいおっさんを救出しに、したいと思います。はい、というわけで今回はここで、またよかったら次の動画でお会いしましょう。失礼します。